つうか思いっきり羽を伸ばしたいですよね。ですわね。え、なんですか。暇で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 しょうがないですわ。ちょっとヨウタ、何か面白いことしなさいよ。合コンバカ女の無茶ぶりか。では行くか。あそこに。あそこ、立ち屋です。いや、あかんです。チケットも3枚ある。そろそろ見当つくじゃろ。いや、まったくヒントゼロですよ今んとこ。高見ヤコ。高見ヤコ。言うの？オープニング明けのアバンの復習じゃん。メタ発言はさておき、なんすか高見ヤンドって。私が説明しますわ。手加減で。手加減？わかんねえ。要するに高見屋家の所有する超巨大テーマパークじゃん。なんで高見屋家が所有したいのにチケットがいるんですか。確かに細かいこと気にしてたら尿酸値が上がって通報になるぞ。尿酸値。では出発しましょう。結局デートじゃな。3人ですよ。じゃあデートか。ちっちゃいい入れただけじゃないですか。家族3人で行ってください。それはできないのだよヨウタ。うわ、いたんすか。私は金玉をパカッと開いたところに入れる仕事。パチンコ。2人を生きたまま返してくれたまえ。どんなテーマパーク？行きますわヨウタ。それ移動法として確認しないでくださいよ。行きましたわ。恥ずかしくないんですか。うわ、最悪じゃん。嫌なのかよ。ヨウタ、あれ乗りますわよ。え、これ？ミダミダじゃよ。ミダミダ。まもなく動き出しますので手すりに捕まってください。手すりってどのところ？あ、高君かい。花ほじるのと同じくらい楽しかったですわね。それ楽しいんですか？あ、屋敷お化けですわ。屋敷お化け？私の名字屋敷って言うんですよ。え？コーヒーカップが。あるだけかい。お、レスリングの試合じゃん。いろんなアトラクションがあって楽しかったですわね。いや、ないですよ、アトラクションは。デートを満喫した後はホテルかな。満喫でもよいぞ、満喫だけに。はいはい。最後のアトラクションは、これですか。続く。